皆さんこんにちは、竹内ゆきです。前々回と前回で、友達編とあとナンパ編かなやったんだけど、今回は会社編です、はい、なので結構ね、かしこまった場所でもちょっと使ったら和むような、フレーズを紹介していきたいと思います。日本人って結構真面目な人たちが多いので、仲良くなるためにはやっぱ必要なのはユーモアと笑いのある雰囲気ですよね、はい、なので仕事をする仲間たちと打ち解けたい時とか、あと上司と円滑のコミュニケーションを取りたい時、まあ、逆もありますよね。自分が上の時に下の方緊張してたら、こういう言葉言ったら笑ってくれるかなっていう時に使うといいと思います。はい、では早速紹介していきましょう。はい、まずは上司のお話を聞いていて驚くような話が出た時のフレーズ、そんなバナナです。これ例としては、はあね、昨日さコンビニ行こうとしたらお財布と間違えてリモコン持ってきちゃったんだよね。そんなバナナみたいな感じ。はい、これまあ今のは友達との会話とかだよね。はい、もうそんなことあるはずないんだけど、まああったら本当に大丈夫休めって言うかもしれないんだけど、はい、これ例えば目上の方に使うんだったら、まあここにですとかさ、マスとか使ったら丁寧な感じになるから、上司が予期せぬ、まあ、命令が来たとするじゃん。おい竹内、ちょっと来週出張でちょっと大阪の方行ってこい、お前にしかできないからちょっとお前が行けって言ったら、えってなるじゃん。私じゃなくていいじゃん、文句言ってやりたいでも言えないって思ったら、笑いながら、そんなバナナって言ったら、ってなるか、なんかやめてくださいとか嫌ですって言えないけど、それ言ったらなんか向こうとしてもちょっと予期せぬリアクションだったから、みたいな、嫌なのかみたいな感じで、みたいな、そんなに嫌なのか、いやーじゃあまあ別に他の人でもいいけどみたいな感じで、もしかしたらちょっとなんか和むかもしれない。これはさすがにそんなバナナって言えなかったら、いやそれはそんなバナナですねって言っても面白いかもしれない。なんか敬語で言ってるんだけどめちゃくちゃふざけてるみたいな感じ。はい、まあなんか年の近い先輩でも使うと面白いかもしれないですね。なんかこれなんでバナナなのって思うかもしれない。これね、リンゴとかパイナップルとか他のフルーツだったらちょっと使えないんですよね。なんか日本人が知ってるのはそんなバナナなんですよ。他のフルーツじゃダメなのって思うんだけど、確かにそんなリンゴって言ってもってなっちゃう。そんなバナナって言うとへーみたいな、こういうリアクションができる。多分だけどそんなバカなっていうフレーズがあるじゃん、あるんですよ日本語で。そんなバカなありえないよみたいな時に使う言葉があって、それをそんなバナナにちょっと似てるじゃん、変えたんだと思う、うん、なんか可愛いよね。はい、ぜひ使ってみてください。じゃあ次は指のジェスチャーです。はい、よくさボディーランゲージがあるんだけど、日本の言葉にするとなんていうの、言いにくいとか、まあちょっとこう周りに聞かれたくない時とか、そういう時に使う指のジェスチャーがあったけど紹介していくね。はい、じゃあ3種類今回は紹介します。まず小指、これだけで、あとちなみにこうじゃなくてね、こうなんです。これで彼女とか奥さん、結婚してる人、女の人ですね、これを表せます。で逆にこれは親指ですね。これでやると今度は彼氏とか旦那さん、男の人を表します。はい、これはねどんな時に使うかというと、まああのあんまり いい雰囲気じゃない時に使うかも。なんかさハッピーな時って全然こう、いや彼がとか、いや彼女がさちょっとサプライズしてくれたんだとかさ言いやすいでしょ。逆に彼女が怒ってる時とか、やばい帰らないといけないけど飲み会帰らなきゃとか
そういう時に上司とか友達にこっそり伝える時に使ったりします。例えば、すいません、実はちょっとこれがこれなんですよみたいな感じで使うの、わかる？今のこれね、奥さんがお腹に赤ちゃんがいて早く帰らないと怒っちゃいます、怒るから先帰らせてもらえませんかって、こんな感じで使う時のジェスチャーです。この3点セットは結構昔からなんていうのかな、まあ、定番じゃないけど飲み会とかさ、帰りたい時とか、そういう時に男性が使ってるような感じですね。はい、まあ私がね、もし奥さんでもうそんなのされてたらはぁってなるけど、まあでも飲み会を抜け出しやすいですね、これは。はい、まあでも、まあ、これとこれはあんまり使わないかも、なんか 単体ではこれこれこれがあるから分かる感じかも。でもこれとこれは結構どの日常生活でも使ってる気がします。はい、まあだからちょっとした時に「君このあとどこ行くの？」って聞かれたら「実はちょっと今日はこれで」みたいな「今日これで」って言ったら「あー彼とデートなんだ」みたいな感じで使えると思います。はい、使ってみてください。はい、さあ最後になります。今回さっきのなんか飲み会でちょっと続くんだけど、彼とかね彼女がいない人でも使える、もうとっておきの飲み会から帰れる言葉があります。それは、すいません、お先にドロンです。これです。はい、これ忍者のポーズをしながらやるんですけど、忍者って私ちょっとよくわかんないんだけど、こうだっけ、こういう感じで指を重ねて、こうやってニンニン、こうやってやるんだけど、これでいわゆる忍者のポーズで、お先にドロンっていうのは忍者が消えるときにドロンっていうフレーズがあるんだけど、まあ消えますってことですよね。お先に消えます、お先に帰りますってことなんだけど、これをちょっとこうおちゃらけた感じで、ちょっとすいませんみたいな、盛り上がってるところあれなんですけど、このあと予定あるんでお先にドロンしますみたいな感じで使ったら面白いと思います。はい、これね、全く日本語が喋れなくても、帰りの時に最後に急に「お先にドロンです」って言ったらバッてみんな振り返ると思う。今なんて言ったってなると思う。うん、なんかすごいみんなが知ってるフレーズだけど、なんか日本人でも使ったらなんか可愛いなとか面白いなって思うぐらいユーモアのある言葉なので、ぜひ覚えて使ってみてください。さあいかがでしたでしょうか。今回ね、3回に分けて受ける日本語紹介してきたんですけど、使いやすいのは、まあ、私はなんかそんなバナナとか、まあ、短いフレーズでもなんかこうこの人ユーモアのある人だって伝わるような言葉かなって思います。で、場所によっては失礼に思われたりする時もあるので、まあ、基本的には今回紹介したフレーズは、まあ、この人だったら冗談通じるなとか、ちょっと心が打ち解けた状態の人に使うといいかもしれません。はい、じゃあこの動画が面白いと思ってくれた方は高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。さあ、以上竹内でした。バイバーイ。